横須賀市立追浜中学校は、神奈川県横須賀市夏島町にある公立中学校。1961年4月、過密状態であった横須賀市立田浦中学校から、分離、開校した。初代校長には、い、旧トールが着任した。開校時は、木造校舎を使用していたが、1981年から1983年に、渡って改築された。 1970年代後半には、湘南高取団地の拡大に伴って、生徒数が急増し、横須賀市立高取中学校が分離独立した。1990年代以降は、学区内が少子化の傾向にあり、生徒数が減少しやき教室が目立っている。1970年代には、高取川の汚染がひどく、夏場には異臭が発生していたが、 下水道の普及や生徒及び地域住民の努力により水質が改善され、道沿いにはフラワーラインが作られるなどしている。2011年には敷地内の桜が景観重要樹木に指定された。2014年度は以下の通りである。以下の小学校の通学区域全域から進学する。また、公立学校選択制により以下の学校からも進学できる。 横須賀市北部、京急本線大井浜駅から東へ800メートルほどの平地にあり、横須賀市の中学校としては最も北に位置する。周辺は主に住宅地だが、東側の埋め立て地は工業地となっている。学校の西側には高取川が流れ、北側に神奈川県立大井浜高等学校、南には横須賀市立北部図書館が隣接している。東には、 横須賀スタジアムを有する追浜公園が広がり、工業地帯と学校とを隔てている。ありがとうございます。